こんにちは、ココです。この寄せ植え、ココヤシファイバーが汚いですね。さっきここに肥料を入れて済まそうと思っていましたが、もう少しちゃんとお手入れしようと思います。ココヤシファイバーを外します。この寄せ植えは2022年春に作りました。メインのエケベリアは無事ですが、少し小さくなっていますね。ココヤシファイバーは白だったようです。ニコールが黄色くなって、隣のアルバローズと同じようになりました。夏に緑に戻るかな。枯れ葉を取っていきます。それほど枯れ葉はないと思っていましたが、下葉の下に結構ありました。後ろから見るとよく見えます。枯れ葉取りをしていて、ここでよく見ると異常がありました。ルセルンの周りの土に白木の病がいっぱいです。白い粒々のついた土をかき出しています。白木の病は時々うちの多肉に見られます。特に枯れたとかの被害はないのですが、見つけたら取り除くようにしています。取り切れていないようです。ルセルンを掘り起こして土を落とします。水蜜桃の茎元にもいっぱいなので抜きます。この2つのスペースをきれいにして植え直そうと思っていましたが、よく見ると全部の根元に白木の病が発生しています。土を落としていきますが、全然取り切れません。この白い粒々です。全部抜いて土を新しくします。土を全部出しましたが、この缶も新しくします。先日作ったリメ缶に寄せ植えます。土を落とすために根っこを水で洗います。鉢底石たっぷり、ブレンド土にオルトランを混ぜておきます。根っこを水で洗って白木の病の粒々を落としました。水蜜桃、レズリーは後ろに。この水蜜桃は桃太郎とそっくりですが、紅葉すると赤の部分が幅広で綺麗です。ニコール、アルバローズ、シムランス、
ルツェルンと和食を対。先に手前にグリーンネックレスを入れておきます。少なくなって貧弱なグリーンネックレスですが、そのまま使います。グリーンネックレスはお水をどんどんあげないとモリモリになりません。肥料を入れればいいのですが、エケベリアに影響すると嫌なので入れないでおきます。グリーンネックレスのところにだけお水やりをしないとダメですね。順番にぐるりと入れていきました。みんな紅葉して可愛い色です。もう少し大きくなってほしいな。まだスペースがあります。このカットしていたカバディを置こうかな。もう一つ入りますね。春萌えにしようかな。少し背のある感じで緑の子。取ってきました。この春萌えは伸び伸びですが、触ると意外にがっちりしていました。春萌えは紅葉しないのかな。うちの子はみんな緑です。春萌えはセダムだそうです。うちではあまりいい環境に置いてなかったせいか徒長しています。まあ肥料をあげてるせいですかね。なんだか育ちが良くない気がして肥料を入れました。お掃除お掃除。できました。久しぶりにコクヤシタイム行きますか。コクヤシファイバーを入れると見た目に可愛いし、苗がギュッと押さえられてまとまりが良くなる気がします。ここに何か詰めないと。ビアホップカットしてきました。茎がビヨーンと伸びてる子。一つじゃダメだ、もう一個カットしてきます。ありゃ、なんか頭分裂してる。はい、完成です。ビアホップ、いい仕事していますね。ビアホップとか虹の玉とか、つぶつぶ多肉は入れると可愛さアップです。お水をたっぷりあげました。
すでにステンシルがやばいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。白ける病って気持ち悪と思った方はチャンネル登録お願いします。ココタニク。